はい、こんにちは、滝口純平です。今日はですね、9月の18日ですね。はい、9月の18日の11時10分です。はい、今日はですね、ですね、ここで分かってますね。昨日何食べたんですね。昨日何食べた、前のクールでやってました。そちらの DVD がいよいよ発売になりましたので、そちらのご報告になります。ですね、皆さん見てましたかね。はい、見てましたか。私もね、ずっとねテレビにかじれててね見てたんですけどね、本当に面白かったですね。主役が西島秀俊さんですね、シロさん、あとですねケンジさんが内野さんと、はい、そんな感じで、ね、2人出てきて、あとね、あとこの後もずっと有名になった磯村さんがジルベールだとね、そんな感じでね、今もね2ウィークスでね頑張って、昨日殺されてたんですかね、自分はね、あれどうしたのかな、大丈夫かななんてね、私もね心配してたんですけどね、そんな感じの DVD になります。皆さんはどうでしたかね、資料さんがケンジさんかとね、いろいろ言われたと思ったんですけど、私はねどちらでもどちらも好き。どちらも好きですね。私のもとで、ね、みんな仲良くね。ですからね、もうあっちが好きだ、こっちが好きだなんて言ったら言ってませんもん。まあ、強いて言えば、田山涼星さん。ね。そんな感じですね。まあ、田山涼星の私とかね、まあ、その、まあ、今80なんですけどね。なんかね、こう、やっぱりね、こう、なんて言うんですかね。誰かが困った時に、俺がやると。ね。俺に任せると。まあこの感じですね。もうね、みんな。ね、もう本当にね、なんだっけ、志賀さんですね。最初、志賀さんが一番にあとね、こうやって出てこられてた、みんなの味に来たところで、そこで、おいやとね、そんな感じですね。もう志賀さんも頑張れと。ね。ね。田山さんも頑張れと。またあっちも頑張れってた感じになったんですけどね。あと、まあ、女優さんですね。女優さんもまあ、魅力的な方いっぱい出てましたね。田中美佐子さん出てました。あと、カジメイコさんですね。カジメイコさんが、やっぱりね、ベテランさんが出てこられるので、なんかね、ちょっと嬉しい。ね。そんな感じですね。あ、元気そうだなと。ね。それもね、テレビのね、ドラマの役割ですのでね、年配の方とか、俺元気でやってるよと。ね。視聴者さんにビデオレターね。ビデオレターっていう感じでやってみてもいいかもしれませんと。まあ、そのぐらいの感じですかね。あとなんか言うことなかったっけな。あとは、そうですね。ないかな。一応ね、そんな感じ。これね、なんでこんな話し方をしてるかと言いますと、ちょっとね、あと、あることにね、ちょっとどうしようかなっていうのもありまして、で、80歳、私80歳ですね。まあ、旦那に死に別れて、それでこんなことをやってると。まあ、そんな感じでちょっとやっていこうと思ってますので、これからもよろしくお願いします。滝口の純平さんと、松野明美さんですね。だから、って言ったのは松野明美さんですね。そんな感じでやっていこうと思ってますので、ぜひ皆さんですね、DVD、ね、テレビ面白かっただけじゃいけませんよ。私は買いませんけど、あなたは買ってください。はい、そんな感じですね。はい、ぜひとも買って、もう、昨日何食べた基金ですね、基金。ね、救えないって、恵まれない子供を救うつもりで、ぜひ買ってください。で、あとは、まあ、そんな感じですね。そんな感じです。どうね、滝口純平でした。これからも、日本のドラマも面白いですので、ぜひとも、見ていこう。あとですね、こちらの、あだちなおこさんですね。こちらの脚本を書かれた。まあ、原作はね、吉永さんなんですけど、あだちなおこさんのドラマもね、今度始まります。名前、ちょっと、忘れちゃいましたけど、大体このぐらいの中、なんとかっていうね、ドラマも始まりますので、ね、もうすごいですね、足立直子さんね。自分もね、最近、昨日何食べたって知ったんですけど、透明なゆりかごですね、この前再放送やってましたね。そちらも見て、と思ってたらまたやるよと。そんな感じですね。そちらもね、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。ということで、滝口純平でした。失礼します。